パスタントレーナーナ今日はですね腹筋についてお話をしますけども、まあ、腹筋についてというともう腹筋のエクササイズこれをこういうふうにやるんだよっていうようなことではなくてですね腹筋が弱いと筋肉がつきにくいつきにくいとよくやります。 で、これ、腹筋がつきにくいというのも、まあ、理由は二つあるんですよ。一つじゃなくて二つあります。ここをね、ちょっと述べていきたいんですけど、まあ、一つ目のね、腹筋が弱いと筋肉がつきにくい理由というのは、まあ、これはね、呼吸なんですね。呼吸がうまくできないってこと。まあ、これ、常々僕は言ってますけれども、腹筋が弱いと呼吸をうまくコントロールできないので、ダンベルプレス、ベンチプレスをやってても、うまく吐くことだけで吐ききれなくて、下ろすときにこうで、ね、あ <laughs> あって吐いてしまうとか、逆に下ろしてる最中、一番下のところで <laughs>、 入っっててしまううとかっていうことが起きてしまうんですねこれ腹筋の力がないとうまくコントロールできない力を入れたまま息を吸うとかコントロールこの喉をコントロールすることはできなくてこっちが力入れないからここに力が入ってしまうっていうことはま起きてしまうんですよね背中とからの弁当バローでもこうやってやってるときにうーっとここで締めたまま喉を柔らかく吐かなければいけないが吐けなくてこう <laughs> 入ってしまうっていうことが起きてしまう。そうすると力が抜けてしまう。負荷が抜けてしまう。っていうことで、まあ、筋肉がつきにくいということに、まあ、なってきますよね。で、これが一つ目なんですけど、今日はね、この二つ目のことについて話をしていきたいんですね。これ、この二つ目というのがですね、腹筋が弱いから、そもそも正しいフォームを取れてない。 上半身とか半身でかなり別々になってますよっていうことが結構起きがちです。まあどういうことかということですね。まあ一つ目まず簡単なところから言うとですね、ショルダープレスありますね。ショルダープレスをこうやってやっていくときに、いつも言ってるのがこのショルダープレスで前に出していくと、肩ちゃんとつきますよ。それじゃあダンベルプレスにかなり近くなって大胸筋になってますよっていうことを言ってます。まあそもそもあの、 これがな、直中がくて斜めになって負荷はこっちにかかっているので、まあ、ちょっと負荷は逃げているっていうのもまあ,ありますね。で、これはいけない。でもこれをなんとか上にしようと思うと体をのけぞってしまうんですね。こういう風になってしまう。ただただのけぞるんじゃなくて、これが腹筋が弱いから余計にのけぞってしまうっていうのが起きてしまうってこと。腹筋が弱いからこれを上げるときに腰が入って入って腰が入って入って腰がものすごい反ってる感じでこの中の圧力が出てしまうっていうことが起きちゃうんですね。 これが腰がこうなってしまうっていうショルダープレスになってしまう。そうすると結局これが入ると胸が上に向いて結局前に入れてるのと同じ形ですよね。大胸筋で上げてしまうということになってしまうので。まあそうならないためにはやはり腹筋が強くふっと踏ん張る力がなければここを抑えることができないので肩の筋肉がつかないということになっています。だからショルダープレスをやってる時には この上げてるものとか、肩に効いてるか、肩に前腕がちゃんと垂直になってるかということ以外に、半分ぐらいはお腹のことを考えて、お腹を閉めて閉めて、吐き切ってるっていう感じにしなければいけないということですね。半分ぐらいはもう上げてる時に、お腹閉めて閉めて、お腹閉めてるっていう半分はお腹のことを考えてやってほしいということ。それ以外におきがちなのはですね、アームカールです。アームカールをやっていく時にですね、 アームカールをただこのままやってったら結構やっぱりのげぞってしまう人がいます。こういうのげぞってしまう人がいます。で、これにもかなり腹筋が必要なんですね。で、これをのげぞらないために、こう上げるときにお腹息を吐いてふっと締めることで、むしろこうやってるときにこう,こう体が こうなってしまうぐらいの力を入れることでやっと止められるんですよ。これをこういう力が入るぐらいしたけどこれにつられてゼロの状態、ニュートラルの状態だとこっちに行ってしまうんですね。だからお腹、この時にお腹の強い力っていうのは必要なんですけど、これがさらにですね、僕がいつもあのアームカールをやっても、アームカールをやるときには、重心をね、かかと重心にしてくれと言ってます。 重心をかかと重心にしてから、重心をかか重心にしてから、膝と太ももお尻も前に出ない。ここら辺が全部1センチ後ろに来るようにって言ってます。これがもうそもそも前に出てしまうと、膝が前に出るからこうなってしまう。お腹の力とまた関係なく、こう、のけぞってしまうんですね。だから、膝が前に出ないかかと重心、太ももお尻も1センチ後ろにしてくれって言ってます。で、その上でお腹を締めてくれって言ってるんですけど、 ここでお腹の力がないと、これを1センチ後ろにしてるのに、こうデッチの状態をこうやってやっちゃうんですよ。こういう,うに。全然お腹の力が抜けちゃって、これは確かに1センチ後ろに来てるけども、腰が反ってこの状態でやってしまった意味がない。これが1センチ後ろの状態でありながらも、さらにクランチみたいな方向、こうですね。まあ、極端ではないですよ。ほんのちょっとなんですけど、クランチの方向にちょっとここのところ、入る、入るっていう感じでしといて、 1>, 1センチこれが入る感じのところでやっていくとちょうどこの重さに対して重心が全て後ろに行ってるんでアームカールが正しくできるわけですね。これによってのっけぞるがなくなる。こういう状態でもない。 というのはでできるんですけどこの時にしっかりお腹の締めがこれでありながらやっていくというこの使い方のうまさというのも大切になってくるで同じことがサイドレーズにも起きます全く同じサイドレーズでこうやってやっていく時にこれも重心をちょっと 1cm 後ろにしていきますだけどもこれが抜けてると同じように腰を反ってこういう風になってしまう何の意味もなくなっちゃうんですねだからこれも 1cm 後ろでかつ腹筋を、ね、クランチのようにまた中にちょっと1筋入れる肋骨の中に入れるような感じでハーッとこう 吐き切ってかつお腹を締めていく力お腹を中に入れるように締める力がなければこうなっちゃうんですねそうすると意味がないからこれもアームカールと同じで後ろの中に入れながら押さえながら押さえながらやっていく腹筋の強さというものは必要になってきますそれからさらによくあるのがですねあのスクワットでありがちなんですよスクワットでお腹が弱いからこれ結構ねあの気づいてない人も多いんですけど結構起きますよ やっぱり四五十代あたり、ちょっと吹き替いはあたりに結構多いんですけど、スクワットをやっていくのってね、まあここにバーを担いでるするじゃないですか。で、ここから、こう行って、こう行きたいわけですよ。まあ下のポジションはいいでしょう。で、こう来る。で、この上がった時にですね、ここにね、ここに戻ってきたのにバーを担いでたとしても、ここに戻ってきたのに、こうなってるんですよ。意味わかるここじゃなくて、こうなっちゃうんですよ。つまり、この時にはまあいいでしょう。 かかとを踏んで、重心が前に行かないで、膝が出ないで、上半身も背中が丸くならないようにしてるけど、これが、こうなんですよ。上半身残ってるでしょ。下半身をこっち、上半身こっちに残ったままでになってる。じゃなくて、ここなんですよ。これが、なぜ起きるかというと、お腹弱いからですよ。お腹が弱いから、これを上に重さが乗ってて、30キロ、50キロ乗って、これが支えられなくて、バコンって出て、こう、ずれ動きですね。 下半身後ろ、上半身前というズレが起きてるんですよ。これこそが腹筋の一番重要な役割であって、腹筋っていうのはね、あの、この下半身と上半身をつなぐ役目で、このジョイントの部分なんですね。これをしっかり固めてなければ、上と下が両方連動して動いてるという動きにならなくて、これ、別々の動きなんですよ。足が伸びてるだけで、全然上半身関係ないスクワットになっちゃうわけね。 で、膝を伸ばすのが重要なんだけど、正直言うとスクワットって、ここから上半身をまっすぐ上げてくる。そういう力が必要なんですね。その時に、腹筋を締めてこう持ち上げる力がなければいけない。で、これがないから、こうなっちゃうんですよ。残っちゃう。じゃなくて、ここへ行きたいですよ。ね、上げたら、ここ、ほぼまっすぐに近いところまで上げて、こういう風に抜けた状態にならないってこと。これも腹筋の力が必要です。 で、同じことはもちろんデッドリフトでも起きますよ。デッドリフトで、こっから上げてくるときに、今みたいなお腹の力がなければ、このこと終わっちゃうんですよ。抜けてる。ね。丸くなってるのも良くないけど、立ち上がって丸くなって休憩も良くないけど、ね、それを丸くならないようにはやってるんだけども、お腹の力は結局抜けてて、上半身と下半身がまた別々とこう残った状態になんですよ。これ、残った状態。上半身がこっちに残った状態。じゃなくて、しっかりこう持ち上げて、締めて持ち上げた、 ここに行きたい。ここではないです。ここに行きたい。ということ。デッチの要素は少し残すんだけど、あまりこれを抜けすぎてこうなってんじゃなくて、これをもうちょっと戻したところのちょっとデッチ締めて、お腹を締めて持ち上げたところなんですね。これもお腹弱いとこうなっちゃう。ので戻したいです。これも腹筋の強さ、すごい重要です。だからこれも自分が 扱うね、スクワット50キロぐらいだるとか、デッドリスト50キロぐらいやるんであれば、それに似合ったお腹の力がなければ、これ以上の重さをやってると怪我します。このまま抜けて、ボーンと腰入って怪我するんで、これはもう、あの、筋肉がつくつかない以前に危ないということになってきますね。で、もちろんバックランジもね、同じことが起きますよ。同じことは。バックランジも下がった時に、こうなりたいのに、やっぱりこの、しゃがむ時っていうのはお腹にグッと圧力かかるんですよ。これが耐えきれなくて、こう逃げちゃう。肋骨が前に出る。 っていうようなとこは腹筋の力がないということ。これも、ほぼね、バックランジ、特に何も持ってない状態では骨盤の真上に、この、お腹、肩、耳が来るぐらいの位置に、こう置きたいですね。これが、こう抜けてしまわないと。一生懸命ね,ね、猫背にならないように、上げよう、上げようと思って、胸と頭上げてるけれども、これも結局、お腹がね、強く作用しないと、カコーンと抜けて、前後、ずれてしまう。というようなバックランジになってしまうから、 ここなんですね。肋骨の中に押さえるってこと。だからまあ、バックランジの場合には重さがそんなに重くないので、まず自分で、ここの肋骨を触りながら、これが出てないかどうか、カコンと出てたら、やっぱりこの手で感じるんで、これを戻すような感じで、触りながら、バックランジをやってあげると、修正はできるので、まあ、しっかりやってほしいですね。 あとね、これもちょっとジムの話になっちゃうかもしれないんですけど、あの、ラットプルダウンをやってるときに、ラットプルダウンをやってるときに、なんかこの、もちろん引いてることだけ考えちゃダメだし、で、背中のことを締める、ね、背中を締めるというのを考える必要あるんですけど、背中を締めることだけ考えてたらまだ足りないんですよ。ここでも、腹筋、お腹のことを考えてるかどうか、ということが重要になってきます。これ、何もやってない人はこれがまた、バコーンと抜けて、こうなってしまいがちなんですね。つまり、こうなってると、 腰が入って骨盤が反ってる状態で骨盤が一回こう動いちゃうんですよ一回こう動いちゃうんですよこれだと腰が入ることによって収縮してる感じがあるだけで背中後背筋の筋肉を純粋に使ってる感じではないんですよこれをねまあ通常やってる時には僕自身はですねあのまあここにあのちょっと汚れありますけどあの通常バーがあってこうパッドがありますねこのバーをもうギュッと挟み込みます挟んでちょっとずらそうかな これを挟んでキュッと締めて、締めて足が開かないようにして僕はこういう風うにやってます。で、これをすることによって下っ腹が固まるんですよ。開いているというのはこれがバコーンと下っ腹の圧力が抜けちゃうので、締めることによって下っ腹をまっ平らに固めた中でやると骨盤のこの前後のこの動きというのが入ってこなくなるので、ラットプロナイトとはこれを固定してこれが全く動かないで、 これが全く動かないと固定した中でやっていくと後輩筋にもっとしっかりくるということですね。まあ、そこまで、ね、腹筋のことは気をつけてほしいです。なのであの腹筋が弱いと筋肉がつきにくいというのは かなりフォームが崩れるでいくで聞くべきところの筋肉が効かなくなってくるとか怪我をしやすいとかいうことが起きてきますので、ね、やはりね腹筋をね何とな,なくやってるんじゃなくてやっぱり、ね、腹筋の筋力自体を上げていくってことがすごい大事になってきますの、ね、で自分がある腹筋ができるようになったら一つで一つで一つでとより筋力が必要な腹筋をやっぱりやっていくことによって腹筋自体の、ね、この腹直筋なり腹斜筋なり腹横筋の筋力を 上げていくということを他の筋肉をつける前にやってほしいですね。どっちかというと順序的にはその方を先にやった方がいいので、ここをやっぱりね、すごいしっかり強くしてから他の筋肉をつけていく。まあそんな感じでね、腹筋もぜひ気をつけて筋力を上げていくということをね、注意してやってみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ等もやってますのでフォローよろしくお願いします。パンサートレーナーゆうじでした。